欧米諸国とロシアが対立し、ウクライナ情勢が緊迫の度合いが増す中、日本に住むウクライナ人らが都内に集まり、戦争はやめてほしいと訴えました。今のロシアの行動を日本政府も許したら、次は日本かもしれない。もっと明確な、支持とサポートをしてほしいです、ウクライナを。日本で暮らすウクライナ人らおよそ20人が都内の教会に集まり、ロシアによる侵攻の危機が高まるウクライナの平和を祈りました。ウクライナ東部ドネツク州出身の参加者の一人は、2014年に起きた衝突で身近な人を失ったとし、絶対に戦争を阻止してほしいと涙で訴えました。その上で、日本も隣国などで侵攻される可能性があるとし、ロシアに対して強い行動を取るべきだと日本政府に訴えました。